ご視聴ありがとうございます。あぐりの剣の哲也です。いや、すいません。はい、今回の動画はですね、ホペイオオクワガタが羽化しましたのでご紹介していきます。うちで羽化した初めてのホペイたちですね。今とりあえず2頭羽化してて、こんな感じで可愛いですね。こんな感じでね、いい感じです。はい、非常に綺麗ですね。この湾曲がね、もっとギャーンとね、内側に入ってるとね、めっちゃかっこいいんですけど、まあこの子もなかなかいいですね。はい、じゃあ続いて見てみましょう。これはいつ羽化したんだ。2月ですね。2月羽化しております。これは去年の今頃かな、小林さんからいただいたホペですね。国綱くんです。で、こちらも国綱くんですね。こんな感じですね。この子結構いいですね。ギャーンってなってる。かっこいい。これ、この子お気に入りですね。で、小林さんのところのね、ほっぺ、顎がすっごい太かった。ちょっと写真見せてもらったんですけど、さすがって感じですね。かっこいい。もうね、本当にね、国産オオクワガタとね、見分けがね、この内視とかが、なんか、こういうのがあるらしいんですけど、見分けがつかないんでね、本当にね、混ざらないように、もう管理をね、厳重に、しなきゃいけないですね。顎が特徴的なのかな、この曲がり方が。うん。結構曲がってますもんね、内側に。かっこいい。かっこいい。すごいかっこいい。最高。よかった。ありがとうございます。いいねー。嬉しいねー。はい。ってことで、今回の動画は、ホペイオオクワガタが羽化しましたっていう動画でした。最後までご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょうね。グッバイ。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。